も恵まれまして、大変よろしいかろうと思います。冒頭に天神社敬神会副会長の高橋よりご挨拶をさせていただきます。本日は会長が所用のため用事がございますので、副会長が代わってご挨拶を申し上げます。どうぞよろしくお願いいたします。あ、皆様こんばんは。ただいまご紹介をした高橋としようと思います。本日は、平成24年の秋の例大祭、天神社の例大祭にこのような形のたくさんのお客さんをお迎えできてありがとうございます。また本当に、天気にも恵まれまして、風は午前中はかなり吹いてたんですけど、午後にはこのように風も収まりまして、絶好だと思います。それから来年でございますが、神社の社務所の方がだいぶ老朽化をしまして、この塔で直す計画がありまして、皆さんからお参金をいただいたり、奉納をいただいたり、なんとか実現ができるようになりました。これも一つに宇治子の皆様、一般の皆様の方のおかげです。本当にありがとうございます。代表です。それでは天神社の方ですけど、昔は万事様と言われたり、氏神様と言われたり、そういう、深い昔の話を聞いておりますけど、私は、ね、子供の時は万事様は一番だと言ってまいりました。今茶殿の方には、真ん中の中央には、菅原道真公の、石の像、石像が、お祭りしております。これは市の文化遺産ということになっております。で、右手の方には荒屋敷の、高原稲荷と、左側には神殿の方の、富岡稲荷さんが、お祭りされます。菅原道真さんは、どうしたかというと学問の神様でございます。ぜひとも来月ですね、七五三が、11月の4日11月の10日、2日間ですけど、この神社で、七五三お参りをしてくれれば大変嬉しいと思いますので、一つよろしくお願いします。最後になりましたけど、このような、大きな音を立てて昨日と今日と、ご近所の皆様には大変ご迷惑をかけて本当に申し訳ありません。またご協力をいただきまして本当にありがとうございます。私の、お礼と、この辺で、壇上からごさせております。本日はありがとうございました。どうもありがとうございました。それでは本日の余興の企画は青木音楽事務所さんにお願いをしておりますが、冒頭に地元の榎田豊重師範に依頼堂の実演をご披露いたしたいと思います。使う刀は真剣でございます。榎田師範は剣道教師7段、居合道5段、柔道2段、空手道2段の方でございます。短い時間でございますが冒頭にご披露いたしたいと思いますので、ぜひご覧になっていただきたいと思います。榎田師範どうぞよろしくお願いいたします。Thank you.
ついたけど、小さなお子様からお孫さんだと思いますが、花束贈呈です。どうも。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。それではこれより青木音楽事務所の企画によります余興に入りたいと思います。青木音楽事務所の